どうも皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。もう1ヶ月ぐらい経ちました。1ヶ月経ちましたね。すみませんね。前ここ来ていただいた時は寒かったんですけど、今日涼しかったです。めっちゃ暑いですもんね。暑いですね。暑い。もうテレビではクールビズとかね、ジャケット着ないようなしょうもないニュースばっかりでね、一日もないもうね、やっぱり国の政策としてそうやられたらね、はいはいはい、我々スーツ屋さんは仕事がなくなりますよ。なるほど、なるほど、確かに、はい、お待たせしました、スーツ、今こちら飾っての、はい、出来上がっております。ちょっとこれ、あ、はい、画面に見えるんですか。かっこいいの出来上がってますよね。いい感じですね、うん、ありがとうございます。ナロータイプやね、これラベルが細くして。そうですね、これ、フラワーホールを、はい、ピンクにさせてもらって、はい、袖も変えたかな。袖も変えてますね。袖も、本脇で、ピンクに、下から2番目のやつを変えてもらってるのかな。そうですね。で、裏地も変えてもらってんちゃうかな。ブナイ開けて引っ張ったくで。パープル系、はい、まあ、薄いパープルとピンクの間みたいな色ですよね。そうですね。かっこいいじゃないですか。綺麗ですね、はい、プラス、トンダイバーですね。あ、そうです、ね、あ、ほんまやね。いい感じ。ずっと僕はトンダイバーをお願いします。ありがとうございます。かっこいいでしょ。これはちょっと後で来てもらうんですけど、はい、どうでした。1ヶ月前、待ち遠しかったでしょ。待ち遠しかったですね。ねえ、すみません、はい、いえいえいえ、いろんな明日さんもね、ちょっと都合が悪かったということで、はい、はい、忙しいですか。ぼちぼちね。あ、いいですね、はい、うちらもね、工場がね、うん、今、ピークを迎えておりまして。あ、そうなんですか。ゴールデンウィーク前なんで、はいはい、どうしてもゴールデンウィーク前が欲しいことで、そこがもう集中してしまうんですよね。はい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 、まあ、朝目が今大変な思いしてるね。あ、そうなんですか。今日も、橋田さんの番ですよ。はい、はい、これを、上げさせてもらって、はい、どう出るのかが僕は楽しんで、昨日も夜も寝れません。本当ですか。昨日も夜10時ぐらいしか寝てません。バッチリ寝てますね。だいぶ寝てますね。じゃあちょっと来てもらいましょうか。はい、はい、じゃあ変身しましょう。はい、はい、よいしょ。やってくれ。ちょっとしくじりました。受けがよくなろう思てんじゃん。ちょっとしくじりました。俺も何の前向きもなくやったけどね。いや、かっこいいじゃないですか。ありがとうございます。なんかね、僕にはこう動画的にはもう採寸ミスしてないんで、ちょっとおもろないなと思って。かっこいい。結構締まってやっぱ見えるな、言うたら。そうですね、うん、ちょっと立ってもらっていいですか。はいはい。太ももの、ズボンの裾からかけてめっちゃ細いもんな。めっちゃこれしかないって感じですね、もう、うん、サイズ的に。細い細い。で、何ていうの、橋田さん鳩胸なんで、結構胸にこう生地が乗ってすごいこう立体感ある。そうですね、うん、いい感じは思いますね、ほんまに。お前もちょっと失敗せえよ、お前的にも、お前。いやー、かっこいいです、かっこいいです、はい、いやー、かっこいいね、裏地もいいですね。いいですね。あー、もういいです、これもうパッと開けたら、僕やったらもう顔ちょっと上がらめてまいります、ね。ちょっと惚れてしまいますよね。シャツもね、シャツもいい感じ。ワイシャツ初めてなんですね。初めてなんです。オーダーで、はい、はい、あ、これボタンブルーにしたの正解ですよね。綺麗ですね。僕これ初めて見ましたよ。すごく綺麗です、ボタン。これかっこいい、かっこいい。袖の丈とかもやっぱりいいですね。うん、いい。既製品とは全然違いますね。そうですね、もう首周りとかで決まっちゃいますしね、はいはいはい、既製品。そうですね、バシッとしてるな、ここな、うん、このタイプ。かっこいい。いいですね。胸はバルカで、はい、ね、でボタンも、ちょっとマーブル調整してもらって。綺麗なボタンです、これも。ボタンも気に入りですね。これ袖も本脇でしょ。はい、負けといたろ。上げときましょう。俺は本ほあ、これいいじゃないですか、本飽きだぜみたいなね。これ見よがし、これやめとこう。オーダーだぜみたいなね。いや、すいません。いや、かっこいいです、かっこいいです、はい、色変えてるとこだけボタン外すとか。あ、そうです。するとちょっと小粋な、なるほど、着方ですね。なるほど。みんなちょっとすっきりしてみるのかな。そうですね、襟が細くしたら、うんうん、よりシャープに見えますね。これ今もうジオング状態の、ね、今もうこれから今からもうネクタイすることによってパーフェクトジオングですよ。なるほど、はい、そうなんですよ。ちょっとネクタイ選んであげて。ちょっともう絞ったんですけど、ほうほう、まずね、まあこれですね。糸の色ピンク、はい、フラワーホールとこのセッパーしていただいてるんで、もうピンク系統でこうまとめてあげる感じですね。ほう、
これももうねこの時期はやっぱね全体的にはちょっと明るめで、うんうん、まああのスーツの色がちょっとダーク系なので、うん、ネクタイとかシャツは白とかピンク系でまとめてあげて爽やかに着こなす感じの方がこの暖かくなってくる時期はいいんでないかなと思う。全般的にはちょっとこう明るめでちょっと淡いピンクだね。そうですね、うんうん、まあ、これもいいですね。いいですね、うん、綺麗、うん、そうなんですよ。次次、うん、はい、あ、うん、こちらですね、はい、これもワンポイントピンクな。ワンポイントピンクで、あ、これなんかレジメンタル、レジメンタル、はい、あー、これもええな。あ、俺こっちの方が好きかな。そうですね、ちょっとこう、さっきのピンクこう映像で見るとなんか結婚式っぽかったですね。うん、うん、俺こっちが好きやけど、まあまあこう好みやからね、言うたら、うん、どうでしたか橋立さん的には。いや、まあ終わってないよ、まだ最後に消去法で、まだ2本しか見てないんで、2分の1やから、もうお前終わりに入っとるやろ次お前選ぶの、お前次選びにくいぞお前すいません、うん、まあこんな感じ、こんな感じで、これもワンポイントピンクをあしらった、はい、で僕次がちょっとねこの素材感がいいなと思って、ちょっとこうざっくりした織なんですよ、うんうん、色はちょっと落ち着いた色なんですけど、うん、ざっくりした織なんでこう夏らしさが出るかなと思って、うん、なるほど、ちょっとブルーがきついな、さっきのレジメンから、さっきのレジメンはグレーが入っとったから。そうですね、明るめ、明るい感じだったんですけど、うんうん、まあまあ悪くはないけど、まあ、ちょっとブルーが重いかなと思うけどな、夏にしてはね、春夏にしては。そっか、いやいや、かっこいいよ、うん、いや、まあ、確かに、ね、俺が言い過ぎたらあれ、なんかできんやろ。確かに普通、普通ですね次どうぞ。普通です、うん、そうなんだよ、絶対選ばれないんだよ。これが次はね、ちょっと一風変わった、うん、すごいな、それこれちょっと弾けてない。いや、でもねチラッとさっき合わせていただいた時は、うん、いいんじゃないかな、みたいな。ああ。軽い感じするもんな軽い感じ、そうですね意外とぴったり、うん、軽い感じがぴったり。ちょっと和光見えますわ。あ、ほんまですか。うん、一つぐらい和光見えるんだな。うん、和光見えますよ。これはまあ格子柄に、うん、ワンポイントでこう、これもピンクがちょっとピンクで、あれやな、この、はい、このこれトラさんみたいな、なんかそうですね、うん、うん、ライオンさんのマーク、うん、ポッピーやな、涼しげですね。そうですね、ポッピー、ポップみたいな。あ、ポッピーってあの熱帯魚でいませんでした。おっとっと、これちっこいやつやな、グッピーでしたしわくん、あの子供が飲むやつでしたっけ、ビールみたいな、あれホッピーや。あ、そうっす、うん、今のめっちゃ滑ったから、ね、これなんかスーツって感じじゃなくてめちゃくちゃいいな、言うたら。そうですね、これも綺麗ですね、うん、ちょっと安っぽいよな。あら、ちょっとその言葉まずいですね。まずいあとこちら、はい、これももう爽やか、うん、これ、うん、さっきよりこっちの方が大人っぽいもんな。あー、確かに同じ、うん、同じこうチェックでも、なるほど、うん、うん、そうですね、やっぱりこうでも明るい方がいいですね、色はなしやな、これは思い出した俺、橋田さんの髪型がええか、俺その、なんだっけ、橋田さんがこの間来てもらった、はいはいはい、その日に俺散髪行ってほんまですか。で、今もう伸びてきたけど、はい、2ブロックしてくれって言って、はいはいはい、って言って、2ブロック、はい、2ブロックって言って、はいはい、ほんでやってもらったけど、伸びてきてもうてんけど、そんなになれへんわ、やっぱパーマ当ててはんねん、パーマ当ててますね。で、俺もパーマ当ててます。うん、だからこう、ここ剃って、すぐ、で髪の毛も剃れてん、はい、僕あの時よりもちょっと薄い、茶色いでしょ、はいはいはい、うん、でも自分で橋立てブロックで喜んでたんです。なるほど、ありがとうございます。うん、でも橋立てさんみたいにならんと、うん、まあちょっとやっぱりそれあれですよ、ちゃんとブローもしてはるでしょ。してますね。僕ブローしてなくて、そのままやったらエリンギみたいなベッタン、ベッタンがなんで。なるほど、うん、だから僕の中でも橋田さんのヘアスタイルは憧れなんで、今後もちょっと今日もチェック入れて、はい、今度パーマ当てて橋立てブロックの完成版をお届けしようと思ってますんで、はいはい、よろしくお願いします。ごめん、すいません、あやはって。いいで、それが全部？そうですね。だから、俺これもう全員でどれがいいか選ぼうか。ほなちょっとな、一斉のでどうでしょうかな、言うたら。はい。一斉ので。あれ？
あれあら、え、マジで全員、あ、俺とアサミ一緒や、これや。あら、これやな、言うから。で、アサミどれ、あ、アサミ君これ、これが、大野くんで、うん、こっちが橋田です。あー、うん、俺もそれもええと思うわ。俺一番これで、一番これで、二番それやもんな。じゃあ、これなしね。早いですね、早いです、ね、僕2番やったんです。法則で、これはね、僕ね、かっこいいとは思うんですけど、まあ、はい、僕ら年齢的にちょっと微妙じゃないですか。そうですね。あの、なんかこう、なんかこう、これをこうやるとこう、なんかこう、しがみついてんのかみたいになる。お前何若さにしがみついてんのって なりません？確かにね、若さに満開です、ね、満開じゃないですか、言ったらね。確かにこう、なんかこう、ちょっと明るめでいく方はこっちの方が絶対僕はいいと思いますからね。満開にはならないですね。うん、まあまあ、ここのフラワーボールと合わせないとこっちの方がええねんけどな、言うたら、うんうん、そうですね。で、これはアサミと俺が一緒やねんけど、これもまあいいんですけど、橋田さん、これも似合うわ。うん、これでいこう。そうですね、決定。うん、でもこれ実際してもらってください。あ、ほんまですか。あ、じゃあよかったら、ちょっと上着先をお預かりしましょうか。はい、いいね、いいですね、うん、シャツの出来上がりはこんな感じで、うん、左の袖にネームを、刺繍を。ああ、どこどこ、あ、これね、すごいね、言ったら何、阪神タイガースって書いてるの。あ、橋立てって書いてる。あ、いいっすね。あ、かっこいいっす。ちょっと大きめにのっと、ちょっとそうです、ワイドカットなので。そうですね、そうですね、あ、ワイドのカラーがね、はい、結び目もちょっと大きめのノットで、うん、さすがネクタイ結ぶの上手だね。そうですね、うん、いい感じですね。これで夏場し、あれですよ、もうまた男前上がりますよ、これ。とんでもございません。いや、めっちゃかっこいいですよ。あ、いいもの、うん、どうです、着心地は。いや、もう着心地はもう抜群です、ね。あ、そうか、前も作ってもらってますもんね。もうそっからもう改良版でしょ、これ。同じサイズやったの。同じサイズじゃない。あ、はい、全くいじらず今のところは。ああ、もう、あの、自分は思うことでいじっていくとまた楽しいですよ。そうですね、うん、うんうんうん、うん、で、まあ、前のよりもこうやって言うてで、はいはい、来たらやっぱ前の方が良かったっていうことも多々あるし、うんうん、だから一番最初でラベルをね、ちょっと細くしていってます。そうですね、あ、最初が7センチかな。もうずっとそうですね、そこからちょっとずつ細くさせていただいてるような。まあ、して持ってますね。なんかこう、僕らなんかも背広を着る仕事じゃないですか、はいはい、こう人の見てると、やっぱりあの背広をやっぱり着た方がかっこいいなって、こう新たに思うもんな。何割増しでしたっけ。な、海洋圏3倍。3倍ですか。やっぱスーツってかっこいいですね。うん、うん、やっぱり、うん、多分女性も自分らがあんまり着えへんから、うん、女性から見てもやっぱスーツの方がかっこいい思いますよね。うん、ああ、そう。いやいや、それは絶対思いますよ、言うたら。でもね、あの、夫婦になると照れくさくて言いにくいじゃないですか、言うたら。うん、僕なんかもあれですよ、かっこいいやろうって言ったら気持ち悪いって言われますから、ね。なるほど。はい、そんなもんですよ、距離が近くなればなるほどね。うん、でも内心はやっぱりかっこいいですよ、やっぱり。ああ、そうですかね。うん、だから、特にあの音楽を切り替える方っていうのはなおかっこいいですね。うんうんうん、橋田さんはカジュアルもすごいあのおしゃれやから、あのこだわってあるから、その切り替えがやっぱりかっこいいですわ、やっぱり。やっぱりこうふわっとする部分とグッと締める部分がやっぱあるやんか。そうですね、ギャップ効果全然雰囲気変わりますもんね、うん、本当スーツ着られると。こういうの見ると、こうスーツ売っててよかったなと僕らも思いますもん。そうですか、うん、だからまあ僕らの場合は特にあの もともと縫製、あの今も縫製工業なんですけど、はいはい、そのあのまあ何ですかね、こう自分とこの会社ができることとか、イージーオーダーのとの得意な部分とか不得意な部分分かってるんで、はいはい、特にこういう、あのお客さんはこういうこと言っておられるんやなとか、あ、こういうふうに合わせたらいいんちゃうかっていうことが瞬時に分かるんで、うん、あ、僕が例えばやってもこれあの、まあ、美容室と一緒で、はいはい、あ、次やったら俺やったらこうするなとか、やっぱりいろいろありますもんね。うん、うん、俺よく頑張ってるやん。 ありがとうございます。俺は最初にできへん。いやいやいや、うん、すごいな。さすがに。なんかもうなんかもうな、あのダメ出しできんかったな。そうですね。だからあんまりかっこよく上がってるけど動画的には思わなかった。ツッコミどころがあんまなかったですね。大野くんの。ねえ、ワイシャツもかっこいいですね。そうですね。シャツが一番ね初めてやったんで、うん、スーツはね大野さんにもう3着作ってましたんで、出来上がりのイメージは大体あったんですけど、シャツがワイシャツはね1回オーダーでやると、ね、着れなくなりますよ。
この袖の長さもう本当にね、もういつもここぐらいまで行くんですよね、うんうん、手の甲の半分ぐらいまで行くあれだからワイシャツって既製服でこうね、丈でしか書いてなくて別に試着できるわけじゃないじゃないですか、はいはい、そうですね、なんかもうね、メーカーによっても多少これ着心地変わってきますんで、うんうん、そこの店に行ってあのいっぱいの棚にこうワイシャツこう並んでるのどれ選ぶかっていう部分だけでもう時間経って疲れてしまいますからね。そうですね、うん、で僕なんかもう絶対ないですから首が太いですから、で一回こうオーダーできると、はい、あ他のやつがもう長くなるしかないんで、うんうん、首に合わせな、そうですね、うん、すごい思われて、あの丈に合わすと僕首が太いから、はいはい、僕が筋骨をされるこんな状態になる分かりますはい、だからね、ワイシャツはね、まあ既製の、ワゴンセールとかみたいにはその値段は安くはならないんですけど、はい、でも、スーツほどのボーンっていう値段ではないんで、うんうん、ワイシャツだけで、うん、特に女の人はワイシャツ気にしはりますよ。あ、そうですか、うん、そんなもんですか。そんなもんですよね、やっぱりシャツだらしないですよ、嫌でしょ。あ、うん、ここはガボガボとか、ここはだらしない、せっかくスーツ着たね、綺麗のに、ここがだらしなかったら全部だらしなくていいですよ、うん、そうですね、なんかすっごいこうこの辺とかからシャツピョーンって出てたら嫌ですもんね、ダボダボで。うん、そうそうそう、それオーナーですね。まあそうなんですけどそれオーダーもちろんです、はい、オーナーのいいところはオーダーでもオーダーの既製服でも、あ、じゃあオーダーのシャツでも既製服に見えるというところがあってオーナーの特技です、特技、特技技だね、特技技いや、でもシャツいいっすよ、かっこいいっすよ、いいっすね、うん、この1センチほどしか出ないっていうのがね、うん、そうですね、ドンピシャでしたね、よかったです、ね、本当いい、本当に、いやいやいや、ねえ、まだこれを機にまた買ってくれ、僕の話はもうまだ終わりませんよ、僕ね、だから橋田さんにプレゼントがあるんですよ、はい、今日なんかね、わざわざそんな皆さんに、僕らにお菓子持ってきてくれたじゃないですか、申し訳ありません、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、僕も実ははい、何でしょう、ハッシーに、はい、プレゼントがあるな、はい、もうこれは2週間前に買って煮込んでるんだ煮込んでる、待っててね何なんでしょう、そうですね、緊張しました、もう煮込んでるって表現も、おほら、何なんでしょう、これ何でしょう、橋田さんはもう40過ぎて何でしょう、大人のやっぱりこう世界に、はい、ね、こういろんな仕事でね、やっぱりこうちょっと IT の仕事やってはるじゃないですか、はいはい、やっぱりこうね、ちょっと疲れてはると思う、だから僕これちょっと一回開封してください、ほんまですか、はい、開封の儀、開封の儀、はい、ありがとうございます、はい、前回ね、撮影終わった後にいろいろお話ね、はい、1時間ぐらいですかね、もうずっとお話させてもらって、はい、いろんなお話させてもらって、はい、でこの箱が出てきて、はい、開ける前に大体想像してそう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 これね、みんな分かった俺みんな分かったみんな分かったけど、はい、僕ね、これあれ30分ぐらい見せて悩んだわ、ほんまですか、うん、ごめんなさい、ちょっと汗が、あ、僕パソコンのパーツを買いに日本まで行ってたんですよ、マジですか、でその時にまだ上司があって、はい、で見ててあーっと思って橋田さんのことを思い出して、はい、これ見てかっこええわかっこいいっすねそれやばいやばいシャーズ語じゃないですか、シャーズ語じゃないですか、これねシャーズ語とシャーザクといろいろあったんですよ、はい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 、ほんで新作なんですよこれ、持ってないでしょ、はい、これねシャーズ、もう橋田デザインがシャーザクだとなんでですか、もうだってあれ、経過シャーザクじゃないですか、まあ、シャーザクですね、シャーザクでしょ、ね、はい、どっちか迷ったんですけど、僕はズゴックが好きなんですよ、はいはいね、ほんで、ここでほんまは俺、シャーザクとシャーズゴを買うってどっちか選んで一緒に組み立てようっていうやると思ったんですよ、はいはいはい、で、思ってパーツ見たらめっちゃ多いんです、最近、ああ、そうなんですね、めっちゃ、めっちゃこれ出来上がりの写真ですよね、これな、なんていうの、RG っていうんだけど、はい、そのシリーズがいろいろあるんですよね、だから、これが、メカニック、これがすごいね、この骨組みまであんねん。うわ、これ、一から組み立てていくんですね。そうそうそう、そう、こんなんやったら、めっちゃ奥さん、かわいそうだよ。俺、ここでやってる、橋田さんと俺はめっちゃ楽しくて、ここで作ってるけど、奥さん、それずっと見とかなあかんねん。苦痛でしかない。それを30分間、ほんと悩みながらやったとき、やっぱり奥さんを犠牲にできひんということで、これは持って帰ってやってもらうと。あ、でまたな、橋田さんマニアックやから、またそのなんか ここでさ楽しくやるのはええけど、マニアックにこうなんかこうなんかパテとか使い出したらかなりいパテでもほんまにそれぐらいやってはるって話でした、ね、いこれ出てるの知ってました、いや
知らなかったですね。これね、めっちゃかっこいいよ。すごいですね、この骨組みが。骨組みやばいっしょ。これ組み取ったら、多分2、3時間かかりますよ、これ。いやいや、もっとかかるでしょ。ズゴックの骨組み、こんなんやったんですね。そう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 。これ多分取ってつけたんでしょうけど。ああ、後付けですか。はい。僕らの時と違いましたやんか。だいたいここに、はいはい、単純にこう、普通にこう、ズゴックがおって、うんうん、で、ここになんかあの、パイロットのあれが、そうですね。おったでしょ。もう最近違うんですよ、みたいな。すごいですね。これは嬉しいですね、はい、これ仕上げてください。仕上げてまた撮影に来ないとそうそうそう、これ趣旨が変わってきてください。ご視聴ありがとうございます。オーダーチャンネルを面白いと思っていただいた方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマホの方は動画の概要欄から、 PC の方はこちらにあるボタンからチャンネル登録をお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。